松浦厚から1934年5月7日は、明治時代から昭和時代初期の家族、比善平戸藩主松浦船の長男、昭治らい、白尺。佐藤家、監視人。夫人は、浅野町君の幼女、増子。弟に、大熊新常、松浦康志ら。子に、松浦昇、秋子、かず子、かず子、東種。 学習院初等学科に入学。1884年6月、陸軍予備士官学校に入学。1885年9月、予備士官学校の廃校に伴い、退学した。なお、同年8月、明治政府からイギリス留学を許可されていた。自費留学で5年間の滞在予定であった。都営後、ケンブリッジ大学に入学し、国際法を治める。 1893年、ドイツ、イタリア、フランスなどを訪問し、帰国した。1908年、当選の死去により、家督を相続した。1911年、71歳で病没。墓所は、東京都、ソメイ墓地。登が家督を継いだ。平戸藩第四代藩主、松浦重信が起こした、武家茶道の流派である重信流を継承する。 石州流重信派の家元でもあり、乱州の号がある。ありがとうございます。